してこちらが今回今節初スタメンです。三井和也以上の5人がスターティングファイブです。信州。そして最後に登場するのはリバウンド王ジャック・クーリーです。以上が琉球のスターティングファイブとなりました。今日注目に挙げていただいたジャスティン・マスとダーラムのマッチアップ、トラマサイモンが来ました。いいですね、小玉選手落ち着いてましたね、いいパスでした。さあ信州が2ポイントリードです。第2クォーター、田代中に切り込んでエンドワン。田代直樹積極的にリングにアタックしていきました。三井に合わせられるか。さあ琉球がボールを奪いました。ダーラムから岸本、少しパスがずれましたが落ち着いてスリーポイント、これが決まりました。中こう見せかけての外スリーポイント、少しコースが外れましたがクーリーエンドワン。エンドワンにはエンドワンでやり返しましたジャック・クーリー。強みが出てきましたね、このリバウンド取った後ですね、またセカンドチャンスですね。クーリーのスクリーンを利用しながらどうコントロールしていくのか。今村横も見ながらクーリーに合わせました。落ちてリバウンド、クーリーエンドワン。ゴール下でその存在感を発揮しますジャック・クーリー。探しながらゴール下では小玉もボールを要求していました。さあマシューアキの前が空きました。スリーポイント来ました。いいですね、やり返しました。さあ選手です、石川、マックス、トンプソンです。スリーポイントもある、何でもできるオールラウンダー、エリエット・ロンリー。リバースレイアップ、ボールが動く、石川も指示を出す。さあショットクロック残り5秒です。サイモンのツーポイントジャンパー沈めてきました。2ポイント差、サイモン8ポイント。クーリーに入れます。トップ岸本、石川とのマッチアップ、今村スリーポイントを選択、沈めてきました。いやマックスのこのハッスルですが、奪い取ったクーリー、そのままのショット、これを沈めました。いやマック選手守ったんですけどね、はい。小野寺、そして再び今村、今村対エリエット・ドンリースリーポイント、これを決めるのが今村。ここで決めるんですよね石川です。今村ついてジャスティン・マッツ、自分で行くか、マッツステップを踏んでのシュート、ツーポイントです。さあダーラム、ファールはない。さあここで奪えるか、アバリエントス、ここでブザーです。83対81、大熱戦を制したのは